ダイスです。今回は成田に今いるんですけど、この200、600のレンズを使って成田空港発着の飛行機の写真を撮っていこうと思います。今いるところは飛行機の丘、ここですね。はい、真横にあるのでかなりね近くで撮れるかなと思います。楽しみです。それではチャレンジしてみます。お、すごい、ヘリも飛んでる。すごいよねすごい離発着すごいしてるんだよ。すごいですね。っていうのと、うん、新潟、おー、すごい音、すごいね。こんな感じですごいよね、よく飛んでる感じです。さすが国際空港って感じ、ね、もうほら見えるもっと 上から撮んないと上から見る、すごいね。さあ、あの人が乗ってるね旅客機もいるんですけど、貨物もいるのでそれもね撮るの楽しみだったんですよね。まだ飛ばないかな飛ばないでしょ。そう、いろんな航空会社さんの機体が今止まってて面白いです。新潟空港でも見ることがないメーカーさんがいるからね、楽しいメーカーなの、航空機会社で、航空機会社さん、メーカー違いましたね、うん、おー、すごい、うわ、今これやらないやらないと、今キャップが閉まってるよキャップ閉まって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 一人じゃできないどこだ、開いた、お、どこどこどこ行った、どこ行った、開いた、中毒、開いた、開いた、お、旋回してる。ただ回ってるだけじゃない、旋回とは違うでしょ違う、陸にいるから、あ、陸にいるから、逆側からも飛べるよ。全体飛びたいよね、この、うん、動画だとね、こんな感じです。今、70ミリまでいけるレンズなので、これ70で今撮ってます。これが200、600で撮るとどうなるのか楽しみですね。奥のあの ANA のオレンジのやつ、あれも撮りたい。これから飛ぶ？あれ？今飛んできた？わからん。どっちだったんだろう、見てなかったです。そう、奥にもいっぱいいるし、手前もね、こうやって、これ貨物だと思うんですけど、そっちもいますね。窓がね、ないからちょっと分かりやすいよなと思って見ていました。お、来るぞ、これから飛ぶんだ。コトさん撮っといてね、うん、あ、すごい、お尻こっち側から見れるんだね。どこに行くんだろう、行ってらっしゃい。あ、すごいね、もうちょっとここ今いるところ高さがあれば嬉しい見えなくなってる今。そろそろ見えるのかな。あ、上がった感じがします。 ANA が出そうだね。出そう。あ、いたいた、ちょっとちっちゃいけど飛んでいきましたね、すごい。 ANA を、お、来た、ブレール。よし、どうだ。ねえねえねえ、ほら、そっちそっち。すいません、あそこちょっと取れないから、こっちが、来たらに、ね、追いながら頑張ればいけるかな。どこ？建物の上側。どこ？
探すの時間かかるんだけど。あ、いた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 。これを近づけて。誰だよ。飛んでるの取れたよ。ほら。おお。真横、真横。ほらほらほら、今度こっち。今度あっち、今度あっち。忙しいな。近い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 。あ、ANA の機体真横から撮ったの初めてかも。ここにいるとさ、うん、何回かミスってもすぐ行くからさ、そうそうそう、次の次のってできる、うん、こう練習になるだね、ここ。いいね、うん、飛んでるとこ行けるのかな。ちょっと遠いと思う。ちょっと遠い、うん、どこだ。あ、違う、この辺、この辺の上。まだ出てこないよ。構え方がこれで合ってるかちょっとわかんないけど、それね、動くからファインダー覗くといいみたい。こうで目で押さえるらしいよ。あ、本当だ。なんかちゃんと押さえてないでしょ。押さえてもない、いろんなとこ見てる。どこにいるかなと思って今一体、また来るよ。あ、来た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 。待って待って、あ、お尻取れたよ。そっか、多分貨物ですね。窓がない。すごい、2機一緒に来てる。え、すごいね。どうなるんだろう。今飛んでて降りたのかな。飛ぶのと、飛ぶでしょ。飛ぶのが 2機、うん、飛ぶの2機なの。黄色い方が飛びますよね。後ろが待ってるのかな。すごいね。え、すごい楽しい、ここ。あ、飛びに行ってる。本当だ。すごい。もうエンジンの音してましたね。わ、大型だとすごいね。響いてる。なんて書いてあるんだろう。ワールドワイドサービス。お、ありがとう、読んでくれた。ワールドワイドサービスだそうです。すごいね、大きいな。お、飛んでった。この方にいますね。で、これから後ろに待ってたのが飛ぶんだね。すごいね、ポン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 飛んでって。あ、着陸。今度こっち着陸です。すごい、こんなね、面白いの。どうしよう、コードさん、ずっと入れるよ。うん、うん、楽しい。滑走路が違うのかな。奥の方、今着陸する機体もありますね。ほら、こんな感じです。位置関係も楽しい。お、ちょっと待ってる。飛ぶ前ね、ドキドキするね。またかな。
ちょっと待ち、お、来た来た、動きましたね、大きい機体。これここすごい楽しい。すごいね、楽しいです、うん、はい、はい、ここはちょっと満足、満足です、満足はしてないけど。もう一箇所ツイッターで、もう成田空港の周辺で、うん、どこかいいところありませんかってツイッターでね、あのお聞きしたら、視聴者の方が教えてくださったのが、近くにある桜の山公園っていうところになるので、うん、そっちにもね行ってみたいので、これから移動します。はい、はい、教えていただいた桜の山公園に着きました。すごいね、近くを飛行機が飛んでいってます。次来たら写真撮ります。すごい、こんなに近いんですね。あと空の駅、桜館も近くにあったんで、なんか遊びに行ってみました。いろいろ置いてあって楽しいです。動いてるの撮れるんでしょうか。ね、もうあのね、ミキ来るよ。え、そうなの。うん、まだまだまだ。いろんなところで音がしてて、どれかわかんない。来るよ。来る。うん、はい、捕まえました。木のとこから飛び出してきたら合わせる、はい、さっきよりちょっとでかいんかもしれない。おお、大きい、楽しみ、楽しいね。200、600楽しくなってきたんですけど、すごく楽しくなってきました。チャイナカーゴが来る。はい、まだかな、もうちょっとで来る、もうちょっと、うん、もうちょっと、うん、ちょっと、ちょっと興奮気味で汗かいてきたんだけど。よし、そろそろ、そろそろ、ほらほらほら、音がしてるから、来た、次は下、え、まだまだある、まだいっぱい来る。 JAL の JAL、 うん、ボーイング787が来る。うん、もうすぐ飛ぶ。うん、ここすごいね、ありがとうございます、教えていただいて。すごい、あのお腹の方から斜めに撮れるんだね。うん、楽しい。次はちゃんとあの覗きます。覗いてなかったから覗こう。あ、音する、来た、あ、でもあの2枚撮ります。すごいよ、あのちゃんとほら200、600、楽しいですね。買ってよかったです、これ。うん、うん、エアプサンが来て、はい、次にエアフランス、フランスが来たら行こっか。はい、来るよ、来るよ。待って、待って、下げちゃった。よし、よいしょ、はい、構えました。この辺のはず、ライター出てくるところ分かってきました。パリに行く、パリに行くんだ、うん、すごいな。
ゃあ乗ってる人はみんなパリに行くんだね。そういうことになるね。あ、暑いよ。ほら、来た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 。ちゃんと取れたよ、2枚ちゃんと取れた、取れた。はい、ということで今回はソニーのセル200-600を使って飛行機の写真を成田空港で撮ってみました。どうだった、初めての、初めての、え、飛行機の写 真, の写真すごい楽しかったです。あのどんどん来るから、さっきもだったんですけど1枚しか撮れなかった、2枚撮れた、4枚撮れたみたいな感じで、まあ1機逃してもすぐ来るから、次が来るから、そうそう、次はここで撮りたいなっていうのもできたし、調整しやすいよね、失敗した時もね。そうですね、うん、今もなんですけどどんどん飛んでいくんですよ。なので本当に、ね、楽しく写真撮れました。今回は飛行機の丘と桜の山公園の2か所で写真撮ったんですけど、うん、どっちも楽しかったです。うん、うん、角度も違ったし思ったように撮れたかはまたね、後で見てみてにもなるんですけど、頑張れたような気がします。また機会があったら挑戦したいです、はい、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you。